皆さんこんにちは、とんちゃんです。ここは神戸市須磨区山陽電車の月見山駅です。久しぶりに来たね。この月見山駅近くに稲葉公園という公園があるのを前の動画で発見しました。その公園には須磨区の伝説や昔話の書かれた掲示板のようなものがありました。伝説？これです。今回はこの伝説や昔話について調べてみようかと思います。なんかいっぱい書かれてあるんで、一回の動画で全部できるかどうかわかりませんけどね。いけるとこまでやってみそう。西須磨昔話地図。昔々言うてもそない昔やないで、松風村雨伝説。一応これはまあ有名な話ではあるんですけどね。どんな話なんか知らへんけど。知らんのかい。とりあえずこれを追いかけてみようかと思います。今から1000年以上も昔のこと。めっちゃ昔やな。京都から身分の高い有原の幸平が妻に流されてきはった。これはね、天皇家の人らしいんですよね。この人がお父さんに怒られて島流しみたいな感じでね、京都からこの妻に流されてきたそうです。その幸平さんが妻に来て出会ったのが松風ちゃんと村雨ちゃんという女の子だったっていうね、まあ簡単に言うとそんなお話です。有原の幸平はね、まあ、一説によると源氏物語の主人公をやっていうね、そんな説もある人なんで、まあ、やっぱりそれなりの方ということでしょうね。そんな人物が妻に来たので、その幸平が出会ったという松風さんと村雨さんは鯛の旗村の村長の娘さんなんですね。まあ、鯛の旗って言ったら今でもある地名でね、まあ、北須磨の方なんですけど、本間の名前は松風村雨ではなくて、もしおさんと小藤さんっていう名前らしいんですね。でもまあ幸平が2人を気に入って松風村雨っていう名前を付けたそうです。その3人の思い出のお話がこの松風村雨伝説ということみたいですね。幸平さんは妻に流されてからこの近くに家があったそうなんです。家、まずその場所に行ってみましょう。ここは須磨区利休前町です。有名な利休道ですね。この踏切を渡ったところに松風村雨堂という史跡があります。これか、これやな。神戸市地域史跡松風村雨堂って書いてありますね。ここに幸平の家があったそうです。急ごしらえの家やったんやろか。ここは初めて来るな。で、いろいろ調べてみたらね、その当時の須磨っていうのはもうとってもとっても寂しいところやったそうなんですね。まあ、寂しいっていうのは何にもないところやったっていうことですよね。松風村雨伝説のお話の中に当時の須磨が寂しいところであったという記述があったほか、諏訪神社の狐というお話や西須磨のさらぎというお話の中にも須磨は鬱蒼とした森、寂しいところという表現がされてありました。で、そんなとこなんで幸平は毎日お琴を弾いたり月を見たりしていたそうです。お琴弾けるの？で、そんな幸平がある日浜辺を歩く美しい二人の娘に出会ったっていうことなんですよね。幸平は二人の娘に名は何というのかと尋ねました。すると二人の娘たちは歌に呼んで知らん知らんって答えたらしいんですよね。振られた？まあ、そこからどないやって仲良くなったんかちょっとその辺はわからないんですけど、まあとにかくここで3年間幸平と3人で仲良く暮らしていたんですけど、ある日幸平さんがお父さんから許されて京都に帰ることになったそうなんですよね。え、お別れが突然やってきた感じですよね。で、今まで3年間も仲良く暮らしていたのにもうガビーンっていう感じですよね。もう2人があんまりにも悲しむので、まあ、片身に烏帽子、烏帽子ってあの昔話なんかによう出てくるあのなんか長い黒いかぶりもんなんですけどね、この烏帽子と狩り衣いうその服をね、絹掛け松っていう木の切り株に置いていったそうなんですよね。木の切り株に。で、その切り株がここに残ってるっていうことなんですけど、これっぽいですね。これですね。うん、ほんまに切り株やな。ここに絹掛けの松って書いてますね。だ、これがそういうことでしょうね。この切り株に幸平は片身を置いて去っていったの。
で、ちなみになんですけど、この切り株が絹掛松っていうことなんですけどね、この絹掛っていう名前がそのまま語り継がれて、この辺りのね、住所に町名として残ってるんですね。この近くに須磨区絹掛町っていうのがあります。絹掛町の他にも村雨町、松風町、雪平町という地名があって、松風村雨伝説にちなんだ住所になってるんですよね。これこういうのを知るとね、日本って歴史とか伝説が身近にある国なんやなって感じますね。そうだね。このいおりは雪平の無事を祈って松風さんと村雨さんが建てたんだそうです。それがこの松風村雨堂ということですね。二人の一途な思いがこもりにこもった物質論だけでは語ることのできない目に見えない思い、それこそが松風村雨伝説であるということでしょうか。で、さっきのお話で雪平がお琴を弾いたり月を見たりしていたっていうことをお話ししたんですけど、雪平が須磨に流されてきた頃、須磨が寂しいところだからお琴や月見をしていたっていう話だね。ここから少し北側にある離宮公園内にその月を見ていたとされる場所があるそうなんで、そこにも行ってみたいと思います。綺麗な道だね。で、よう考えたらここの須磨区もね、松の木が須磨区の木として設定されてるんですよね。それももしかして松風村雨伝説とか絹掛の切り株とかね、そういうことに関係しているのかもわかりませんね。そういうことをいろいろ考えていたらちょっと面白いですね。学問とは常に疑問を持つことです。あー、というわけでやってきました、須磨離宮公園です。あー、こんなとこ入るの何年ぶりかな。いや、久しぶりやな。まあ、せっかく離宮公園に来たんでね、噴水広場でも一回見に行ってみましょうよ。そろそろ噴水広場かな。あ、なんか噴水の水の音がする。あ、見えた見えた、噴水や噴水や、噴水出てますね。離宮公園といえばやっぱり噴水でんな。うわー、これ久しぶりやな。ここくろん、やっぱり離宮公園って言ったらこれですよね。あ、出てきた出てきた。これ僕ちっちゃい時にずっと見てた記憶ありますよ。これもうこれをね、もうずーっと見てましたね。飽きませんと、たらたら時間を忘れてね、ずっと見てましたね。わー、すごい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 。今でもずっと見てたりして。はい、というわけでまだまだ動画の途中なんですけどね、ここせっかく景色が綺麗で某チョコボールを開封してみたいと思います。今回なんとですね、金のエンゼル2倍ですよ。金出るかな。今の手持ちは銀貨4枚です。あと1枚銀貨出るか金貨出るかでギョロちゃんです。さあさあ、はい、それじゃあね、このパンフレットに書かれてある地図を見て、その雪平が月を見ていたという場所に行ってみたいと思います。この地図によると、今がこ、あら、あら、風が強すぎて見えない。あら、どう、あら、あら、あら、とりあえず行ってみよう。あ、これかな、なんかそれっぽい場所がありますね。これやで。月見台と東屋って書かれてますね。あ、まだ奥が続いてますね。あ、あれか。あ、これやな。ちょっと展望台みたいになってるんですね。月見台休憩所って書かれてますね。おー。いや、確かに、見晴らしですね。多分その、伝説にまつわる場所として、綺麗に整備されて保ってるんでしょうね。ここに文章が書かれてまして、有原の雪平がここで月を見ていたっていう文章が書かれてありますね。雪平がここで月を？離宮公園では毎年秋に離宮月見の宴っていうのをね、ここで開催してるらしいんですよね。離宮月見の宴では、お琴や歌やダンス、演舞、ジャズのステージのほか、お茶会が開催されます。なんか昔の伝説がね、そのまま語り継がれて、そんなイベントにもつながってるっていうのはね、これ実はすごいことなんじゃないですか。これ日本の歴史は第二次大戦を含め途切れることなく一本の川の流れのごとくつながっているのです。で、有平が雪平やで、
雪平がここで月を見ていたっていうお話から、ここの場所が月見山という名前になったそうなんですよね。なるほど。実はそんなことやったんですね。松風さんと村雨さんは鯛の旗村の村長の娘さんということでね、今現代の住所の鯛の旗には松風村雨に関係した石碑が今でもあるらしいんですよ。でせっかくなんでそれも見に行ってみようと思います。というわけでトンちゃんは史跡を売って鯛の旗までバイクをぶっ飛ばすのでした。はい、というわけで鯛の旗までやってきました。これ鯛の旗薬人さんですね。いつ見ても大きいですね。これこのすぐ近くに鏡の井っていう井戸があるらしいんですね。その井戸が、あ、もう書かれてますね。これ鏡の井って書かれてますね。多分この辺りに松風村雨さん住んでたんでしょうね。あ、なんかっぽいのがありますね。これじゃないですかね。あったあったあった、鏡の井由来って書かれてますね。あ、書かれてますね。鯛の旗の村長の娘、無志穂小藤の姉妹が浜辺に夕組に来た。まあなんか書かれてますね。まあここは井戸になっていまして、松風さんと村雨さんの姿が映ったっていう風にね、されているんですよね。まあ松風さんと村雨さんはこの辺りに住んでたっていうことなんですけど、何しに二人は海岸まで行ったかっていうことなんですけどね。当時はその潮が貴重で、潮を取りにここから須磨まで歩いて行ったんじゃないかって言われてるんですよね。まあ歩いたら結構な距離ですよね。 4.5 キロあります。でも潮なんかね、ちょっとスーパーまで行ったらね、90円とかそれぐらいの値段で買えるんですけど、今はもう便利になったもんですね。天日干しもせなあかんで。でその潮を取りに行ってるところを雪平と出会ったっていうことですね。でこのまたすぐ近くに松風村雨の墓っていうね、ところがあるみたいなんですよね。でそこも行ってみようと思います。あ、ここにちゃんとね、松風村雨の墓っていう案内板ありますね。こうやって地域で大事にしてるんですね。感動した。松風村雨の墓、ありました。これありました。これですね、この二つのお墓が、これが松風村雨のお墓っていうことですね。うわー、もう言葉は出ませんね。ここになんか綺麗にね、石で文章書かれてあって、松風村雨の墓、この二基の五輪塔は松風村雨の墓碑として伝えられています。じゃあせっかくなんでね、松風村雨さんのお墓を前にしてお祈りをしてここを去りたいと思います。ご冥福をお祈りします。ということで、松風村雨伝説を追いかけて史跡やお墓を見てきたんですけど、松風村雨の二人と雪平が慕い合って別れた後も思い合って、そういう美しい話っていうことですね。はい、というわけで稲葉公園まで戻ってきました。お疲れ山。今回この掲示板に書かれたお話をいくつか追ってみようかと思ったんですけど、松風村雨伝説だけで結構時間がかかってしまいましたね。もうじき夕焼けがニャンニャンになりそうな時間なんで、今回はここまでにして、他のお話はまたの機会にしたいと思います。というわけで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。